皆さんこんにちは、島崎遥です。いきなりですが、私は怒っている。ウィキペディア情報が古すぎる。よくスタッフさんがこういうことがあったんですよねとか調べて言ってきてくださるんですけど、それは大体ウィキペディアの情報で、こんなこと言ったっけっていうことが多々あるので、今日は自ら訂正していこうと思います。なので訂正したものをどなたか編集できる方してください。お願いします。まずこの写真、なんかもっと綺麗な写真なんないかな。横向いちゃってるし、なんか正面じゃないし。身長159センチらしいです。158だと思ってた、私自分で。159なのかな。でもこれは嘘のつきようがないですもんね。159なんだ。2009年。もうここら辺は自分がいつ芸能界に入ってとか、いついつ何してとか、もう自分ではもう分かんないです。全く分かんない。日付とか全く分かんないが、ここら辺は合ってるんじゃないかな。人物、サックス以外にフルート、トランペット、ピアノなども特技であるって書いてあるんですけど、できないですよ。フルートとトランペットも音階くらいしかできない。全然特技でもなんでもない。ピアノも習ってたんですけど、全然できないです。恥ずかしいから消してほしい。できないできない。言ってサックスも別にそんなに上手なわけじゃないしね。そう、好きな食べ物としてメロンパン、これはめちゃくちゃ言われます。もういろんなところで言われ続けてきてて、確かにメロンパンが好きな時期はありました。ほぼほぼ毎日食べてる時期もあって、でもそんな、でもなんかある日、ほんといろんなお仕事の現場に行くたびにメロンパンを差し入れでいただいて、本当にありがたかったんですけど、いただきすぎて食べすぎて飽きました。すぐ飽きました。なので今の好きな食べ物はメロンパンではないです。もうメロンパンはもう何年も食べてないです。好きな食べ物は基本好き嫌いそんなにないんですけど、お寿司かな。お寿司と、あと母親が作る煮込みハンバーグが好きです。嫌いな食べ物あれば合ってます。レバーとセロリとパクチーです。セロリとパクチーを付け足してください。この3つは食べれない。インドア派であり、季節を問わず室内にいることを好み、理想のデートに関する質問に対しても映画館など室内で過ごしたいと答えている。正解。ずっとできることならずっとパジャマでいたいです。布団から出たくないです。でもこれ理想のデートはなんだろうな、何でもいいんだよな。でもデートってなったら外に出かけたいかもしれないです。なんか普段引きこもりなので、私自身が連れ出してくれる人がいいかなって思います。長所はマイペースなところ。短所に該当するところはクールに見られるため話しかけづらいとされるところ。そうなんですよ。目標にしている芸能人は綾瀬はるかさん。これ目標にしているというか、もう目標にしたところで綾瀬はるかさんみたいな存在に私はなれないことがもう判明しているので、見てて癒される芸能人が綾瀬はるかさん。可愛いです。好きなタイプの男性はタバコを吸わない人。男性に対する理想が高すぎると自己評価しており、身長180くらいで優しくてイケメンで面白い人が好みで、よくつまんないイケメンはいるじゃないですか。そういう人は興味ない、面白い方がいいですと語っているなんて。好きな、まあほぼほぼまあ正解ですね、これも。好きなタイプの男性は、でもタバコは
もう別にどっちでも構わないです。お酒も別に構わない、何でもいい。でも本当に理想は高くて180前後がいいですね、身長は。ちょっとね、ここは変わってるかもしれない。優しくてイケメンで面白い人が好みっていうのは変わりました。身長180センチ、理想が高いことには変わりないんですけど、身長が180センチで、肩幅がある人、細すぎない人がいいです。で、外見はそうかな、そんな感じかな。で、鼻がシュッとしてる人がいいです。あと、歯並びがいい人。歯並びがいい人がいいな。綺麗な人、歯が。で、内面は、ないかな。建築関係。内面はね、ほんと何でもいいんだよな。あ、でも、あ、一つあります。繊細すぎない人。右から左みたいな人がいいです。私がめちゃくちゃ繊細なので、一緒になって繊細同士でこうなるよりかは、なんか、本当に話聞いてますかみたいな、分かってますかみたいな人がいいなって思います。ね。あとは、貯金がある人。はい。そんな感じです。次。また、テンションが上がる場面として、もうエレベーターに駆け込んでくる人が間に合わなかった時を挙げて。どういうこと？どういうことなの？もうよくわかんない。よくわかんないです、これ。自分がテンションが上がる時は、ちっちゃい子供とワンちゃんが好きなので、ワンちゃんをと触れ合ってる時かながテンション上がるかな。何？エレベーターに駆け込んでくる人が間に合わなかった時。あ、理由書いてある。ギリギリで乗ってこようとする人を見つけると、ひたすら閉めるボタンを連打し、開けられてしまった時は、ああ、なんか負けた敗北感を感じると語っている。合ってます。なるべく、知らない人と、密室空間にいたくなくて、怖くて、なんでこれ私が人と一緒のエレベーターに入りたくないかっていうのはちゃんと理由があって、ある日、お家に帰って、閉めるエレベーターの時に閉めるボタンを押して、ギリギリでパッて入ってきた男性がいたんですね。で、まあ普通に一緒に乗ってて、そしたら、島崎遥香さんですかって言われたんですよ。それで、濁わしたんですけど、その後も、毎回、どこで待ち合わせしてるのかも、待ち合わせして、私がしてるつもりはないんですけど、どこで待ってたのかわかんないんですけど、毎回、鉢合わせるんですよ。毎回鉢合わせて、連絡先聞かれたりだとか、ついてこられたりだとか、その後して、それ以降もう本当に、あの中って抜け出せないし、なんならマンションの階ももうバレてるし、その人に押しちゃった後だから、っていうのがあって、それ以来、私は知らない人とは一緒のエレベーターには乗りたくないなって怖いなっていうのがあって、そっからね、ちょっと避けてはいます。そう、そういうのがあってね、怖いなと思って。で、じゃあ次いきますね。次は、何がいいかな。あ、でもこれ、こんなもんかもしれない。エピソードとしては。はい。こんな感じです。どうでしたか？私も人間なので、感情とかいろいろ、その時の、なんだろうな、気分とかでいろいろ言うことも変わっていくので、どんどん更新していっていただけたら嬉しいです。これね、でもなんで自分でさ、編集するのが一番ね、正しいじゃない？なんで自分でできないんだろう？誰が書いてるんですかね、これ。不思議だな。はい。ということで、以上、パルペディアでした。ウィキペディア更新してくださった方がいたら、ぜひコメントしてください。では、またねー。バイバーイ。それでは、この動画が面白かったら、高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。Twitter、Instagram もフォローしてねー。